ライブイン88ファムファタールは日本の歌手中森明菜のライブビデオ。この映像作品は1993年8月25日にワーナーミュージックジャパンからリリースされた。ライブイン88ファムファタールは1988年に開催された中森の全国コンサートツアーファムファタールの1988年10月26日。 中野サンプラザで行われたコンサートの模様を収録したライブビデオである。この映像作品は中森がバーナーミュージックジャパンを離席した後の1993年8月25日に VHS とレーザーディスクの2形態で同時発売された。また、ライブビデオ、ライブイン8 7 a ハンドレッドデイズと同時発売された。収録内容は ツアータイトルと同名である、スタジオアルバム、ファム・ファタールや前作、ストックからの楽曲をメインに、中盤の夏メロメドレーや、リッキー・ネルソンのカバー曲、ハロー、マリー・ルーなどを収めた。同カバー曲は、日本タバコ産業、マイルドセブン FKCM ソングとして使用された。なお、このライブで披露した、セットリストの全てを、本作は収録していない。 現在まで本作は複数再発売されている。会場の中野サンプラザ CD ジャーナルと HMV は共にライブイン88ファムファタールについてバラエティ豊かなステージと評価し CD ジャーナルはライブ映像の中頃で夏メロをカバーしたメドレーについて興味深いと批評した。ありがとうございます。